かわいそうにあのエルフ。五箇条の連中には領主でも手が出せねえんだ。関わらない方がいい。あ、そこのお兄さん助けてよ。なんだお前。あ、見かけねえ顔だな。俺たちに何か用あんのか。こいつら悪いやつなんだ。そのでっかい剣でやっつけちゃってよ。なこのチメク、てめえこいつの仲間か。いや。ねえ、そんなこと言わないで助けてよ。大層の獲物持ってんじゃねえか。話を聞かせてもらおうか、黒い剣士さんよ。面倒だな。何してくれてんだ。盗賊団の首領は人質を取ってんだ。でも誰も帰ってこなくて。ペラペラうるせえな。俺に関わんじゃねえ。やがれ。食われてしまう。狩猟は人を食うんだ。人間のすることじゃねえ。すべて焼き払え。黒い剣士を炙り出すんだ。それじゃみんながねえ、助けてあげられないの。俺はただ奴を見つけ出し殺す。僕のことは知らない。巻き込まれて死ぬ奴はザボス。自分の命さえ自由にできないなら死んじまえばいいんだ。
けたぞ黒い剣士、ここで殺す。道が塞がれちゃったよ。人が来る、待ちかねたぜ。てめえぶっ殺してやる。やだ、死にたくない。使徒をつけ狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに立てつこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。
生贄の焼き印。貴様はゴッドハンド。五人のゴッドハンドはどこにいる？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。うわ、待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待って、助け。ベルセルク。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。